手を持って、お迎えください。ペーリス登場です。Maybe
みんな仲がいい。ほらみんな
新曲恋のロードショーをリリースすることが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、その予約イベントなんですけども、今日は、はい、その一緒にねやってほしい動きがあるわけですよ。まあ、ちょっと、まあ、あのねこういう恋のロードショーポーズっていうのがあるんですけど、まあ、フラミンゴポーズとも言われてるらしいんですけど、これはねちょっとあの初めての方が多いかもしれないので、まあ、恥ずかしいなって思う方もいると思うので、ね、このね恋の半径ポーズってやつもあるんですよね。サビの終わりで知らない恋の半径っていうこういう動きがあるんですけど、はい、本当にこれが簡単なので一緒にぜひやっていただけたらなと、うん、一緒にフェアリーズ盛り上げていただけたらなと思うんですけど、うん、一緒にやってくれませんか。やってくれるかーい。はい、ありがとうございます。あのいつもねあの私たちのイベントとかに来てくださっている方は初めての方をリードしつつ一緒にあの引っ張っていく感じでやって、で今日初めての方はもう見よう見まねで大丈夫なので一緒にやってほしいんですけど、まず手を挙げてください。全員皆さん手を挙げてください。手を挙げてあちらの皆さんも手を挙げていただいて、そしたらこのパンをですねピースに変えます。ピースに変えます。そのピースをですねくっつけて、このくっつけピースにします。そしたら親指がピョンと出ます。親指がピョンと出ましたらですねこのポーズをですね左からババーッと右に見せびらかします。たったこれだけの動作です。これをサビの終わりに一緒にやっていただきたいなと思います。大丈夫ですか。捨てらんない恋の半径でやります。もう一回一緒にやりますか。まずじゃあはい、このピースを閉じて親指でした、このこのポーズを、はい、いきます。捨てらんない恋の半径。あ、いいですね。一緒にこれできたら最高に気持ちいいと思うので一緒にやってください、はい、それでは聴いてください。恋のロードショー。
ありがとうございました。ペアリーズでした。今一度大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございました。